静畑山は静岡県静岡市青区にある山である。標高171メートル。山の南側半分を浅間山と称する。静岡の静の由来と言われる。静岡周辺の地形図安部川に沿って南北に伸びる山の南北には静岡浅間神社がある。南北朝時代から戦国時代にかけて静畑山山頂付近には静木山城があった。 また、山中には、静畑山古墳を三号墳とする、静畑山古墳群が分布する。1960年に、神社付近から、浅間山山町に向かう、静岡鉄道浅間山リフトが設置されたが、1974年の、七夕豪雨で発生した山崩れの原因となった、ことから後に撤去され、リフトコースの大部分は崩落したが山頂駅の、 コンクリート機台付近は小公園となっている。なお、山頂広場への途中に、コンクリートの月山があるがこれは、リフトとは関係のない見晴らし台である。この山の下を、国道1号生成バイパスが走っている。なお、歌川広重の浮世絵、東海道53時の19番、府中において、安倍川の背後に描かれた山を静畑山とする、解説もあるが、 方角や距離感から見て静山ではなく、安倍川西岸の特岸寺さんと考えられている。静畑山の航空写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。